死ができればいいですけどね。さあ行きます。高速スライダーが最初ね。で、逆方向が1個。了解。あんまりハテナ踏まないようにしなきゃ。だからカードなくさないためにも。ほい。で、よいしょと。とりあえず高速シュート。高速系が多いな。そうなるとやっぱ球速がないと、生えないですかね。選手そのものの能力は。とりあえずだから、まあ改造までにある程度上げられるだけ上げときましょう。基礎能力。あと変化球もね。多彩な変化球だったらなお良い、いいって感じですけども。一旦ここ急速にするか。うん、全部。ですね。回復はちょっとほっといて。はい。コントロールよ。まあ、30、30なんでね。多分これ、やべ。マジか。おっと、これはあかんやつや。帰ろう。マジか。回復まで行こうと思ったんだけど、全部あかんになっちゃう。話が別で。ステージ3。よいしょと。怖かったな、今の赤。うい。あ、いいね。はい、変化球。いいぞ、いいぞ。はい。ただ変、あ、綺麗とかいいじゃないですか。ただ、あれなんだよな。変化球強化カードがないもんで、なんか、あ、ラッキートレジャー来た。さあ来い。新請求超人ね。いいね。で、オールコントロールになるか。ちょっとこれオールコントロールもったいない気もするんだけど、ちょっと後々、まあいいや。やっちゃっても。別にスタミナになるわけじゃないし。ちょっと行っちゃいましょう。おい。様々に輝く。回復来た。よし、いいぞ。はい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。まだ安い、まだ安い。はい。さあ、カレンさんがどこに来るか。危ない。いや、全然回復しねえ。とりあえず絶好調にして。で、いい感じに避けられたので、帰ると。使いすぎたかな、体力。でもまあ、33ですから、まあいいんじゃないでしょうか。その変化球の伸び具合で言ったら。まあ、強化系なしだとこんなもんだよねっていう。とりあえずは回復。8! いいね。で、下は行かない。これは下は。ちょっと体力温存で。博士来た時に会えないっていうのが一番まずいんで。で、まず、ここはじゃあ、はい、絶好調で。スローカーブ。で、カレンさん。シャッフル。できればなんかこう、おっと、無地青。宝箱行くかな?行こう!あ、ダメだ。あー、きつい!ロックオンされちゃう話は別だ。行かない。ゴール。ロックオンされてなかったら行ったんですけどね。ラスト、ステージ5。ここ。え?博士二人いるってこと?ん ?What? 何が起こっているんだい?俺には一体、俺にはさっぱりわからないよ。とりあえず会っておこう。まあこれはね、はい、100%。よし、136球。で、はい、424と。よし、総変化量、10。あー!なんで2減るんだよ!うーわ、ラッキートレジャーもこれから使うのに、徹底的に悪いな。よし、変化球来た、結果往来。はい、宝箱。ラッキートレジャーがあればな、回復。もうこっから踏んでくよ、がっつり。はい。野球マン、3号か。まあ、まず会っとこう。はい。ちょっと待て。あ、悲しい。まあ、いいや。はい。まあ、絶好調にもなるし、いいかな。コントロール上がるし。シャッフル。赤がないだけまだマシか。これ怖いぞ、このハテナ。うわって、よかったよかった。よし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 。で、オールコントロールはひとまず無視で、急速なりなんなり上げてって、ほい。よし、あ、いいね。はい。ここになって引きが良くなってきた。制球力 A。変化球まあ、もう一枚あるからね。勝負は。できる。はい。涌井選手、リリース丸。なんか、悪くはないんだよな、毎度毎度。ほれ。よいしょ、来い。まっちゃ、まあ、しょうがない。あ、もうちょ、はいよ。やべえ。まあ、そうだよな。そろそろ来ると思ってたよ。そうなると、まだ体力はあるので、ここでちょっと無事青かなんか、あ、宝箱。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。結構余裕ねえな。帰ろう。はい、これ。来い。よし、変化球で超人で来た。5、2、5、12、総変化量。あ、いいんじゃないですか?ちょっと牛島選手ではないけど、面白い選手になりましたね。これいるだろ、誰か。それっぽい選手。横変化球が特にすごい選手とかさ、これはありなんじゃないか?だから誰か。
どうしよっかな。コントロール、まあ、中継ぎとか抑えとかになってくるんだろうな。どうしよっかな。球速141キロか。高速スライダー、高速シュートにスローカーブ。ちょっと今さ、結構考えてます。誰がいいかなって。まあ、視聴者皆さんの今、見てる頭の中にはきっと出てるのかなと思うんですけども、これはあれ、誰だろうみたいなね。多分あると思うんですけど、まあ、もしちょっと違ったらごめんなさいだね。岩瀬選手なんでどうだろう？岩瀬、リクエスト来てたかな？岩瀬選手来てねえな。なんかそれっぽいかなと思ったんですよね。キレがえぐいから。でもなんかいい中すぎだな、これ。右投手、誰か、いないかな。改造成功でね。まあ、結果的に、あれ、カードな、赤で変化球減らなかったらな、良かったんですけどね。野茂助さんなんてどうだろう。あ、いや、ちょっと違うかな、野茂助さんは。広島、野村。ちょっと違うね、テイストが。マー君はね、やっぱスプリットないときついですよね。OB。何よりスタミナがないんで。ですね。ちょっと違うわ。そうなると OB で、江川卓なんてのは違うね。山安。どうだろう。まあまあ、ありっちゃありか。150、スライダーシンカー。スライダーシンカー？あ、違うわ。スローカーブの方か。惜しいな。いい選手なんだよな。チェンジアップ。ちょっと違うな。ロッテの石川投手。スライドロップカーブ、シンカー。やっぱシンカーがでかいのか。まあ、スタミナがないもんな。難しいな、これ。いないこと、西口とコントロールで、ま、あ、でもダメだ、西口はちょっと違うかもしんない。いたよね、確か。陸、この中に。いたような気がしたんですけど、違ったかな？あ、俺、塩崎と勘違いしてたかも。ですね、失礼しました。小宮山さんは、そうね。ちょっと違うか。なるほど、なるほど、なるほど。難しいな。意外と。スライダー、違うな。なんかこう、やっぱりフォークないとちょっとなんか難しいとかあるのかな？例えばだけど、秋吉選手なんてどうだろう？ヤクルトの。なあ、やっぱそうか、高速スライダーにシンカーなんだな。逆なんだよな、スローカーブってなってくると。大豪月もちょっと違うでしょ。なんせ球速が足りないんで。大豪月は難しいな。言っちゃいけねえや。お！いる！球速足りんけど、方向的には、原樹里選手ありだろう。ちょっとだから、あれだな、コンスターが逆だったらいいけど、まあ、ありなんじゃない？原樹里選手だな、そうしよう。よし、じゃあちょっとテイスト変えます。まあなかなかいい変化球だったんでね。コケ太郎さんのリクエストですね。原と。で、樹里。いやー、ぜひともね、ほんと投手陣引っ張ってってほしいですよね。期待します。原樹里ということで。それ、球速足りないのは申し訳ないですけど、これでじゃあ、まあ、原で、そうか、ニックネームで原樹里ってやった方がよかったの？百里か。よかったのか。じゃあ、先発タイプでいきたいと思います。まあ、一応まあ、スタミナ D でも一応先発はできると思いますし、いいんじゃないでしょうか。ということでね、まあ、こんな感じで完成とさせていただきます。リクエストしてくれた方、コケ太郎さんでした。ということでね、それじゃあ1年間回してみてどんな成績になるのかをまず見ていきたいと思います。あ、違う、アップロード。危ない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 。
ほい。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあ1年間回しましょう。いい成績残した方だと思うんですよね。防御率 2.68、11勝3敗、1ホールド。一応まあ、スタミナ D なんで、中継ぎもやるかなと。切れ味抜群の変化球投手。いいね。切れ丸の変化球、でかかったです。11勝3敗とね、大勝ち。勝ち星、3つチームに与えるってすごいよね。あ、でもまあ、うん、そうかそうか、21先発、31登板。でもだから10回中継ぎがなんかで登板したんでしょうね。だから、まあ、戦中で使えるっていうことになるのかな、結果的には。全然。三振は91。だまあ、打たせて取るみたいな感じなんです。まあ、高速シュートなりなんなりでね。うん。いいんじゃないでしょうか。非常にちょっと僕としては、結構いい選手ができたなと。基本塁打率も低いね。0.38。うん。いいピッチャーできた。よかったよかった。あとは課題はスタミナだな。だとしたら。そこですね。まあまあ、もう僕としてはね、非常に11勝3敗、8勝勝ち越し、非常に良かったんじゃないかなと思います。気に入っていただけた方は、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。リクエストをする場合は、まず動画概要欄を読んでください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。まだね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。